直線的な動きで体重移動、締めるような動きで回転していく動きになってきますので、右ピッチャーはストレートパンチ、左ピッチャーはフックのようなパンチ。皆さんこんにちは、ベースボール1の大川です。今回は右ピッチャー左ピッチャーのための作り方の違い、まあそこからこう体重移動の仕方について話をしていきます。よくピッチャーっていうのはこう右ピッチャー左ピッチャー関係なくピッチャーっていう括りでこう指導されたりするものですが、この右ピッチャー左ピッチャーのこう投げ方の違いを理解していないと、なかなかこう教えてもらってる内容をこ うまく実践できなかったり、まあ球速が上がらなかったり、まあコントロールが良くならなかったり、こうしたことが起きてしまいますので、しっかりと理解して取り組んでいただきたいと思います。では実際に何が違うのかっていうところで言うと、まあ人間っていうのはパッと見、まあ左右対称のように見えるんですが、体の中身、まあ内臓の部分ですね、ここの部分がこう左右っていうのは対称ではありません。この内臓の部分のこう違いによって、まあ、そもそものこうバランスの取り方っていうのはこう違ってきますので、それをこう右ピッチャー左ピッチャー関係なくこう同じように投げてしまうと、例えばまあ右ピッチャーの感覚で左ピッチャーの投げ方をしてしまうとうまく動かせなかったりしてしまうので、今回お話しさせていただく内容を理解していただくことで、まあフォームが良くなったり、まあ投げている感覚も良くなったりする選手も多くいる内容にはなりますので、ぜひ本日も最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、それでは早速右ピッチャーと左ピッチャーのための作り方、そこから体重度の違いについて話をしていきます。右ピッチャーっていうのは、溜めた力をまっすぐ投げる方向に対して直線的な動きで体重移動していく動きに対して、左ピッチャーっていうのは溜めた力をギリギリまで軸足側に乗せて、そこから一気に前の足、踏み出し足の方に回転動作、締めるような動きで回転していく動きになってきますので、この時に右ピッチャーは特にそうなんですが、溜めを作ろうっていう意識をしすぎてしまうと、うまく投球方向に対して体重移動を加速させることができないので、右ピッチャーっていうのはどっちかっていうと、突っ込んではいけないんですが、ちょっと突っ込み気味のような、とにかくその方向に対して勢いよく出していくための作り方をしていくと体重移動がスムーズになります。それに対して左ピッチャーっていうのは右ピッチャーと違って、勢いをつけてそのまま体重移動を投球方向に出してまっすぐ行こうとしてしまうと、どうしても頭の位置が突っ込んでしまいますので、しっかり乗せた状態でギリギリまで我慢した状態から一気にそこから回転動作、体幹部分をこう持ってきながら足をこう締めるような動きをしていくことで、スムーズな体重移動ができるようになります。右ピッチャーと左ピッチャーのための作り方の目的をしっかり理解していないと、そもそもの体重移動が先ほどからお話ししているようなスムーズにいかずに、その後に行う回転動作がこうどうしても力がロスしてしまうような状態で投げてしまうので、しっかりとこのための作り方の違いを理解していきましょう。じゃあ実際に今のための作り方の違いっていうところから、ピッチングの動作にどういうふうにつなげていけばいいかっていうことについて話していきたいんですが、僕がよく指導している中で話するのは、右ピッチャーはストレートパンチ、左ピッチャーはフックのようなパンチっていう説明をさせてもらうんですが、このパンチの動きの時って、乗せてから体重移動していく時のこの体幹部分がまっすぐ出てっていくので、スムーズに体重移動を行うことができます。これに対して左ピッチャーっていうのは、右ピッチャーのようにやろうとしてしまうと、どうしても頭の位置が前行っちゃったりとか、膝が前に抜けたりするので、ちょっとフックのパンチ、
のように入っていくと、軸足で溜めたパワーを右足の方に乗せて、回転動作から腕がしなってってリリースまで迎えることができるようになります。溜めを作って体重移動がこうスムーズにいかないのであれば、右ピッチャーであればこの状態でパンチするような形をこうしっかりイメージしながら練習、左ピッチャーではこのフックするようなフックのパンチのようなイメージをしながら乗せてから体重移動して投げるような練習をしていただくことで、スムーズなための作り方から体重移動、そして前の足回転動作っていう風に動きをつなげていくことができるので、ぜひ参考にしてみてください。いかがでしたか？今回お話しさせていただいた右ピッチャー左ピッチャーの違いを理解して取り組んでいただくことで、球速が上がったり、まあ、コントロールが良くなったり、また感覚も良くなったりすることが多くありますので、ぜひ実践してみてください。次回の動画ではピッチャーにとって、まあ、球速アップ、コントロールを良くするためにめちゃくちゃ大事になる前の足の使い方について話をしていきます。この前の足の使い方を変えただけで球速が上がった選手、またコントロールが良くなった選手っていうのはいるような内容にはなりますので、ぜひ次回の動画もご覧ください。特に膝が割れてしまうような選手っていうのは必見の内容になっておりますので、チャンネル登録をしていただいて次回の動画もご覧ください。それでは高評価お待ちします。